今回見せていただいてますピアノがヤマハの U10 の、これはね、ウォルナットのね、チッペンですね。ウォルナットチッペン、WNC というね、チッペンというのはね、この猫足になってるね、ことを言いますけどね。はい、このピアノもね、34歳ぐらいのピアノですのでね、まだね、弦の方とかを張り替える必要はないのかなという感じですけどね。あ、そうそう、先ほどちょっと、調律の狂いを見るのを忘れてましたけども、アプリでね、今いいのがあるので、見れるんですけども、アプリを今起動しましたね。はい。ちょっと下がってるかなという感じですね。15年ほどね、調律が空いてるということですので、まあ、なんとか、このぐらいの狂いでしたら、弦も切れずに、戻せるんじゃないかなと思いますけどもね。あと、部品交換も、いろいろね、触ってみたんですけど、大丈夫で、鍵盤の横揺れもそんなにもしてないですしね、クッション性もまだありますので、フェルトの関係もこのまま使っていただけるかなという感じですけども、ただ、しばらく弾いておられないということで、動きが悪くなっているところが多いですね。鍵盤もちょっと持ち上げたらね、これ本当はストンと押してくれないといけないんですけども、みんな持ち上がったままになっちゃいますね。このバランスホールというところがだいぶ硬くなってますね。その他も、ハンマーのね、感覚もちょっとね、乱れてきておりますし、ちょっと弦にまっすぐ当たってないのかなと思うところがあったりね、ロスがあったり、いろいろと、調整をすればね、いいピアノですので、いいピアノ、いい音が出るんじゃないかなと思いますね。ね、豊かな音色ですもんね。きっちりとしたいなという感じは、技術者的にはしておりますけどもね。中目の方はこんな感じですけども、外装の方もね、木目で美しいですので、ちょっと、確認しておきたいと思います。はい。外装の方を取り付けてみました。こういうね、モールがついてて、木目の美しいね、ピアノですね。さすがにね、やっぱりヤマハの文字とかね、ペダルの方とかは錆びてきておりますので、この辺もきっちりね、磨けば、ペダルなんかも顔が映るぐらいまでね、綺麗にできるん違うかなと思いますね。あと、このね、小口の部分がセルロイドの時代ですね。なので、ちょっと黄ばんできておりますので、まあ、この部分はちょっと、これね、磨いても綺麗にならないので、ちょっと色塗るとかね、そういう処理はした方がいいのかなという感じはしますね。はい。大きなね、傷とかもないですので、これね、艶消しの塗装の分ですけど、きっちり艶消しをね、ちょっと手買ってきてたりしてますので、きっちり艶消しの塗装をね、やり直せば、新品の感じが戻るんじゃないかなと思いますね。ね、外見もおしゃれですし、音色も綺麗ですので、なんか血が騒ぐというかね。はい、見積もりの方もちょっと気合い入れてさせていただこうと思います。